はい、こちらが BOSE のですね、クワイエットコンフォートイヤーバッツで録音した音声になります。はい、こちらはですね、ジャブラのエリート 85T になります。はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にレビューしている YouTuber のラルマです。今回はですね、完全ワイヤレスイヤホンの通話品質を比較していきたいかなと思います。前回もですね、動画投稿したんですけども、やっぱり未だにね、コロナも全然落ち着かなくて、この先もね、まだこうオンラインのミーティングとかオンラインの授業とか行う可能性っていうのも結構高いと思うんですよね。仮に落ち着いたとしても、オンラインのミーティングである程度なんとかなるんだっていうのがね、もう分かってしまった以上、オンラインのミーティングっていうのは以前よりもかなり増えると思うんですよ。そうなってくると、やっぱりこう仕事上ね、なるべくコミュニケーションを円滑に取るためには、それなりにしっかりとしたね、マイクとかも必要になってきます。ただ普通にこうマイクね、買ってもミーティングとかでしかね、使わないと思うので、どうせ買うんだったらこう完全ワイヤレスイヤホンとしてね、音楽聞いたりとかもすることができる、動画見たりとかもね、することができる完全ワイヤレスイヤホンを買って、それでこう通話もできてしまうっていうのが、やっぱり一番理想的だなとは思うので、人気の完全ワイヤレスイヤホンだなと思うものをいくつかピックアップして、音質の検証をしていきたいかなと思います。使用するのはズームですね。ズームが一番ね、使用してる方が多いんじゃないかなと思います。僕もですね、オンラインミーティングは Zoom を使用しています。では実際に検証してみた映像をどうぞ。はい、こちらがですね、サウンドピースのソニックで録音した音声になります。 Zoom を使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。価格がね、5000円台なので、本当に安くて、こう人気の完全ワイヤレスイヤホンになっています。連続再生15時間なので、かなり長い再生時間ですよね。これイヤホン単体で15時間再生できるので、そういう部分もあってね、かなり人気の商品になってるので、使ってる方多いんじゃないかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらはですね、アビオットの TE の D01GV で録音した音声になります。アビオットも非常に人気なんですけども、TE の D01GV は1万円以下でね、最新チップ搭載で連続11時間も再生できるしね、これだけコンパクトでね、ケース込みで50時間も再生できるので、かなり人気ですよね。特に結構ね、女性の方も使ってるのよく見るので、学生の方も結構使ってる感じはワイヤレスイヤホンなんじゃないかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですね、ヌアールの N6 mini で録音した音声になります。N6 mini はね、本当にこれコンパクトで、もう手でね、覆い隠すことができるぐらいコンパクトな完全ワイヤレスイヤホンなので、僕もね、普段こうあんまりこう荷物持ち歩きたくない時は N6 mini 使ってるので、結構ね、使用してる方多いんじゃないかなと思います。これだけ完全ワイヤレスイヤホンいっぱい持っててもね、使用頻度高いので、かなりお気に入りの完全ワイヤレスイヤホンになってます。やっぱりオンラインミーティングとかね、オンラインの授業でも使うこと多いかと思うので、音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらが JVC の、なんだっけな、HA の A50T ですね。最近ご紹介した完全ワイヤレスイヤホンなんですけども、JVC というですね、結構有名なメーカー製ながら、1万円以下でノイズキャンセリング搭載ということで、結構人気のね、完全ワイヤレスイヤホンになってます。音質もね、比較的こう柔らかくて、聞き心地のいいね、音質になってるので、結構ね、使用してる方も多いみたいです。ちょっと若干ケース大きいですけどね、音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがサウンドコアの名前なんだっけ、サウンドコアライブ A2NC ですね。1万円以下でノイズキャンセリング搭載で、アンカーのですね、アプリにも対応しているので、音質の変更もできるし、外音取り込み機能と、ノイズキャンセリングはいろいろプリセットがあってね、選ぶこともできるし、かなりですね、レベルの高い完全ワイヤレスイヤホン。若干ね、音質がちょっとこう低音がもさっとしてるんですけどね、EDM 好きな方におすすめの音になってるかなと思うんですけども、音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらですね、アンカーのリバティエア2プロですね。アンカーのノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホンの中では最上位のモデルになってます。先ほどご紹介のライフ A2NC よりもね、価格の高い完全ワイヤレスイヤホンになってるので、もしかしたらこっちの方が音がいいなんてこともあるかもしれないですね。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがですね、ソニーの WF-1000X Mark3 になります。アップデートもね、ちゃんとした最新のアップデートのバージョンになります。通話品質、そんなに悪いことないんじゃないかなと思います。むしろちょっといい子だったような気がします、昔検証した時は。そろそろね、 Mark4 の発売の噂もあるんですけども、やっぱり未だにね、非常に人気でよく使ってる方も多いかと思うので、参考になればいいかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらが BOSE のですね、クワイエットコンフォートイヤーバッツで録音した音声になります。やっぱりもうノイズキャンセリング、外音取り込み機能とですね、BOSE はですね、もう最強クラス、もう本当最高クラスのレベルなので、使ってる方多いんじゃないかなと思うんですけども、通話品質もね、良ければ、もう僕的にはちょっと音質がね、いまいちあんまそこまで好みじゃないんですけども、実用性、そういうノイキャンとか外音取り込み機能のそういう実用性的にはかなりいいんじゃないかなと思うので、音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらですね、JVC のクラブプロプラス TWS ですね。非常に人気で、僕もですね、かなり気に入ってよく使ってる完全ワイヤレスイヤホンになってます。ロック系とか EDM とかに相性がいい音質になってますね。1月2月はちょっとなかなかね、
在庫がなくて購入が難しいような状態になっているぐらい人気なので、かなり持ってる方も多いかと思いますので参考になるんじゃないかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらはですね、ジャブラのエリート 85T になります。まあ、ジャブラって言ったらね、まあ、テレワークにジャブラって言ってるぐらいなので、まあ、非常にですね、通話品質にも定評がある完全ワイヤレスイヤホンになってます。まあ、フィット感も非常に良くてね、万能な完全ワイヤレスイヤホンということで、こちらもね、やっぱ人気の高い完全ワイヤレスイヤホンになってます。特にまあ通話品質を大事にしてるんだったら、やっぱりジャブラになってくるんじゃないかなと思いますね。音声の感じはどうでしょうか。続いてこちら、RHA のトゥルーコントロール ANC ですね。これ結構価格高い、いくらだったっけな、まあ、3万以上する、まあ、ゼンハイザークラスのハイエンドな完全ワイヤレスイヤホンになってます。まあやっぱり言うても音ですよね。まあ、RHA も非常に音が良くて、まあ、フィット感もね非常に良くて、まあ、ゼンハイザークラスのね非常にこう音がいい完全ワイヤレスイヤホンで、僕もね使用頻度非常に高いです。特に家で使うことが多いかな、やっぱのんびりゆっくり聞くときに使うことが多い感じもありそうですね。結構価格も高いのでね、通話品質もちょっと期待したいかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがですね、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2になります。まあ、アップデート何回か以前からね、行われていて、最新のアップデートしたバージョンになります。まあ、ゼンハイザーはね、もう本当にこう、価格めちゃくちゃ高いんですけども、まあ、その分音質、まあ、デザイン、非常にこだわっていてね、まあ、多くのこのオーディオファンに支持されているブランドになります。価格が高い分ね、ちょっとこう通話品質にも結構僕としては期待したいんですけども、でもどちらかっていうとやっぱゼンハイザーってこう音に徹底的にこだわってるっていうような感じのブランドなので、もしかしたら通話品質微妙かもしれないんですけども、価格高いんでね、ちょっと期待したいかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがですね、ゼンハイザーの CX400BT ですね。今ですね、新生活応援セールということでめちゃくちゃ安くなってるんですよね。ゼンハイザーの完全ワイヤレスが1万円台で入手することができるということで、今かなり売れている完全ワイヤレスになってます。モメンタムトゥルーワイヤレス2とそんなに音質違わないんじゃないかなと思うんですけどね。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがですね、アビオットの TE の BD21J の PNK ですね。ピエール中野さんが監修したモデルになってます。まあ、電話の性能に関しましては通常版と同じはずです。まあ、ピエール中野さんのまあ影響もあって、この中野さん監修のモデルも非常に人気ですし、通常版も非常に人気です。このね、ジュラルミンの金属のケースが非常にね、高級感があって、それでいてね、こう1万円台なんで、非常にコスパもいいんですよね。なので僕個人的にもかなりこれおすすめしやすい感じのレセオになっているので、かなり人気と言っていいと思います。学生の方もね、多く使われているようなので、オンラインの授業とかでもね、使うんじゃないかと思うので、通話品質結構大事なんじゃないかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらですね、アビオットの TE の D01M になります。アビオット初のですね、ノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレス製品で、でしかもです、価格もですね、1万円前半台ということで、非常に安いので、人気の完全ワイヤレス製品となっています。購入した方も多いんじゃないでしょうか。特にアビオットね、若い方に非常に人気なので、まあ、学生の方結構買ってる方もいらっしゃるかと思うので、やっぱね、こう、オンラインミーティングっていうか、まあ、オンライン授業か、で使うことも多いと思うので、通話品質大事になってくるんじゃないのかなと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらですね、何も接続せずにこうデルのノートパソコンにあるマイクで録音した音声になります。さっき確認してみたんですけど、なんかよくわかんないんだけど、この AirPods Pro と AirPods 2マイクがうまく使えないのか、すごいなんかノイズがめちゃくちゃ乗るだけで使うことができませんでした。 Zoom を立ち上げ直したりとかいろいろしたんですけども、それでも全然直らなくて、もうどうしようもなかったので、 Mac と一緒にやるとめちゃくちゃこう相性が良くて、すごくパフォーマンスが発揮できるのかもしれないんですけども、ちょっと僕が持ってるこのデルのパソコンだとちょっとなんか確認することができませんでした。はい、ということですね、 Zoom を使用した完全ワイヤレスイヤホンの通話品質のご紹介でした。意外とね、完全ワイヤレスイヤホンの通話品質ね、結構違いあるんですよね。なので、まあ、仕事でもね、頻繁に使用したいと思っている方にとっては、やっぱりできるだけ通話品質がいいものを選ぶっていうのがいいと思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。まあ、個人的にはね、やっぱりこうテレワークにジャブラってねいう CM が流れてるだけあって、やっぱりジャブラは非常に通話品質いいなと思いますね。ただ言っても、やっぱりもう完全ワイヤレスイヤホンってやっぱりワイヤレスなので、通話品質限界があります。もっといいのにしたいってなると、やっぱりこう有線のねマイクを、ちゃんとしたいいマイクを買うとか、やっぱそういう感じになってきちゃうのかなと思うので、完全ワイヤレスイヤホンにもこう通話品質のいい悪いがあるとはいえ、正直すっ
っごいレベルが高い、めちゃくちゃ音質がいい、通話品質がいいっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。正直ジャブラぐらいのあのレベルがねちょっと限界なのかなとは思いますね。ということでこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね下にツイッターのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ダーマンでした。